食品や外食などを中心に値上げラッシュが続く中、ファミレス大手のサイゼリヤは改めて値上げしない方針を明らかにしました。値段は上げないと、ということをやっていきますので、頻度が増えてお客様の数が増えて店舗数が増えていって、まずにつながっていくわけです。原材料価格の高騰が続く中、サイゼリヤの松谷社長は売上がコロナ前の 95% まで回復していることや、より業務の効率化を進めることで価格の維持は可能だと述べました。サイゼリヤは今後も客足が戻ることを見込んでいて、松谷社長は生存対策として値上げしないと潰れる場合は当然上げないといけないが、今の会社の状態はそうなっていないと強調しました。